ひょー、はい、今回はね、この虹獄っていう Me to you なんて読むのこれ、 Me to you というねゲームをやっていきたいと思います。地獄に、ね、な、何その地獄、獄って、こんな獄って使う、これ国でよくないかい。みんなも一緒に虹の地獄に行ってみようよ。やばい勧誘が来たな。まずい、みんな逃げるぞ。なんかね、このゲームね、電界っていう、電界 2.5 次元に囚われたあなたはミーという少女と出会います、ミーは本来の姿を、なんて読むんだこれ、首輪と二つの腕輪によって封じられており、最初は言葉も不自由です。彼女のお世話をしつつ、この世界から脱出するにはモンスターと会話し、食料や情報を手に入れる必要があるでしょう。それはあなたにしかできないあなたの役目です。それでは彼女とゲームをお楽しみください。別にこの子は俺の彼女ではないんですけどね。始めようぜ。うるさいわ。何これ、ぶつかったんだけど、こういうゲーム、なんだレトロゲー、これもしかして。暗黒の中に虹、いや、七色の塔が、光り放っている。冥府への入り口か。あれが、うるさい、うるさすぎる。俺の音量設定の問題なのか。ちょっと待ってよ。あるいは、天国への階段か。階段じゃねえだろ、こんな気持ち悪いな。光に遅れて、かすかに何かの音。いや、声だ。呼び声だ。勝手に進んでる。光と闇の間に誰かがいる。光じゃないだろ、こんなの。なんかこれ、深夜のなんか放送局が流してる、ふーってなんか流れてる映像じゃん、これ。みー。みー。な、誰もいない。あ、コスプレ野郎がいたぞ、おい。うるさいな。みー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 。少女は何かを訴えかけてるように声かけた。しかし、みーと意味不明な発音を繰り返している。おや、あなたは人間ですか。急に流暢に話し出したんだけど、もう怖いんだけど、この人オッドアイだし。お前が喋ったんかい。なんでお前の方が喋れるんだよ。やっと言葉が通じたって。ああ、私は彼女ではありませんよ。申し遅れました。私はナビだ。ただのナビゲーター。略してナビだってこと？この世界の案内をするためだけに生まれたプログラムです。よろしくお願いします。今あなたがいる電界 2.5 次元は、一見立体に見えますが、実は平面の組み合わせてできてるに過ぎません。あなたはまだできたばかりですが、彼女はずっとここに囚われています。ずっとここにいるの？怖くないか、あなたは。ここで何してたの？こんなところじゃさ、焼肉もできないじゃん。何も楽しくなくないか。仮にミーと呼びましょう。彼女は首輪と二つの腕輪によってこの世界に閉じ込められているばかりか、記憶まで封じられて言葉すら話せません。ですが、向こうに見える塔を登ってこの世界を脱出するには、あなたとミー二人の力が合わせられなければ不可能でしょう。さあ一緒に行きましょう。こう言われたらちょっと断りたくなるよな。断りたくなるのが男の性ってもんだよ。あなたにこのゲームをプレイする意思はなさそうですね。もし間違えたというのならやり直してください。なんだそれ！殺されたのか俺は、ナビタに！おい！
裏切り者がいます。なんかウサギのコスプレしたやつとなんか眼球みたいな変なロボットに殺されたんだけど、 C3PO 呼んでくんない？はい、戻ってきた。戻ってきたよ。なんかさっきいいえって選択したら殺されたんだけど、この眼球野郎に。何なんですかね、この人は。あのじゃあ心細いのか、じっと見つめてくる。もうまた殺されるとかないよな。手を握って連れ出す。そのままそのまま歩き出そう。よしよしよし。うわー、いや、ファンキーモンキーベイビーズが出てきたとか書いてある。書いてない。ヤンキーモンキー、ヤンモッキー。読めるかこんなの。だ、何ヤンモッキーって気持ち悪くないか。体毛はないのに頭部だけ守られてる感じ。こういう弱点頭だぞこいつ。立ちはかる。なん、立てはだかられた。おっと、大変なことにモンスターと遭遇してしまいましたね。もっと可愛らしいモンスターとかいたやろ。スライム出てこいよ。なんで第1回目との戦闘でこんな気持ち悪い。本当にザ・モンスターじゃねえか。この世界には恐ろしく醜悪なモンスターどもが、なんて読むんだこれ。散歩してます。ですがご安心を。ミーの魔眼に、なんて読むのこれ、かなうモンスターなど存在しません。彼女に攻撃させればどんな相手も一撃で倒せます。そう、殺すことはとても簡単。おいおいおい、ぬるゲーじゃねえか。どうしたこれ、作った人どうした。ですが彼らとうまく喋ることができたなら、食べ物やこの世界を脱出するヒントが得られるかもしれません。これはあなたにしかできないこと。頑張ってください。天神だからできたこと。やるかそんなの。じゃあそうだな、ちょっと喋ってみるか。鼻言ってに話しかけた。なんだってめ、やんのかおら。なだめよ。こういうやつはなだめだ。ご機嫌とろってか。人間のくせに生意気なんだよ。それなら焼きそばパン買ってこいよ。素直に謝る。なんだよ、俺こそ悪かったよ。焼きそばパンとかこの世界にねえし、本当は憧れてたんだよ人間によ。ハガレンみたいな感じか。なんだっけ、ユピーだっけ、ユピー。俺も人間にみたいな、そんなキャラいねえな。相手は話を聞く体勢に入った。何かください。それならさっきバーベキューやっててよ、食いかけないならやるよ。ほらすんごい陽キャじゃねえかお前。その見た目ですんごい肌ただれてない。そのさっきのバーベキューでお前肌やられてないか。大丈夫か、お前いじめられてんじゃねえのか。食いかけの肉もらった。せめて新品をよこせ。新品の焼いた肉をよこせ。なんでお風呂なんだ。そういえばあなたの名前は聞いていませんでした。教えていただけますか。あははなんだ言うって、ふざけんな。そんなすんごい名前じゃねえんだ。これどうやって消すの、これ名前どうやって消すの。ここあ、キャンセル、キャンセルどうやって Z だ。こう俺の名前はもう足りなかった文字数が。油かたぶらって言うとしたら油かたぶになっちゃったよ。しょうがねえな、これでいこうか。みー油かたぶさんですね。違いますけどね。見てください、すぐ先に上の階層へ向かうエレベーターがあります。しかし暗証番号を入力しないと扉が開かないようになっています。あ、それをモンスターから聞き出すってことか。私には番号は分かりませんが、モンスターがあのエレベーターから出てきたことがあるんです。もしかしたら彼らから番号を聞き出せるから知りません。一人で分からないことがあったら私たちと会話しましょう。話しかけられるとミーも喜ぶと思います。やり方ですか。まずはメニューを開いて、ああ開いてあげますね。ありがとう。で、会話を選ぶと。みん、みん。言葉はわかりませんが、彼女は不安そうにしてますね。あなたが頼りですよ。
一撃でモンスター倒すこの女の子が何を不安そうにしてんだろうね。もう壁突き破って脱出すればいいんじゃない。脱獄しようぜ。それで私に何か聞きたいことがあれば説明しますよ。まあミーのことについて聞くか。彼女はあなた同様この電解 2.5 事件に囚われています。もともとどこで暮らしてたんですか。あなたは首輪と2つの腕輪によって記憶まで封じられているようです。はい、それさっき聞きました。ただのナビゲーターである私と違い彼女は生きています。放っておけばお腹が空いてうのくの動けなくなるのであなたと同じです。 HP が減ってきたら持ち物から食べ物をあげて与えてあげてください。食事すると PP が溜まってきますので満タンになる前にトイレを、トイレはその場でするより男女内でトイレを使った方が彼女喜ぶと思います。んー、男女にトイレって聞いたことねえな。そして遊ぶなどしてあなたへの好感度を上げていくといいでしょう。あなたがこの世界に脱出するには彼女の力は必要です。どうか大切に扱ってください。物みたいに言うんじゃねえこの野郎。まあとりあえずモンスターについて、この世界には見るもおぞましいモンスターどもがはびこっています。ですがもし出くわしてきてもミーの攻撃で簡単に殺せます。しかし彼らは食べ物や彼らしか知らない情報を持っています。この世界から脱出するにはそれらの手に入れなければなりません。全ては彼らと喋ることから始まります。なんか喋ってもどうしようもないやつが出てくるのかな。一癖二癖もあるモンスターたちですがうまくご機嫌を取りましょう。そうすれば彼らもこちらの要件を聞いてくれるはずですよ。なんだその点々、その間は一体なんだ。お前確信してから喋ろよ。目ん玉なんてお前フォークでぶっ刺したら一発なんだべ。あなたの交渉技術に期待しています。俺営業マンじゃねえからわかんねえのさ。ちょっとそこらへんコミュニケーションさ、ただでさえ俺苦手なのさ。マジかよこれ。難しいこと俺に打ち付けてないか。間違った。食いかけの肉、奥の方食いかけてんのか。ひとまず上の階層に行くにはエレベーターに乗る必要があります。エレベーターを動かすための暗証番号を調べましょう。すでに解明した桁の番号は記録していますが確認しますか。え、記録してあんの。キャンセルされたんだけど。あれミー、なんか HP 減ってない。さっき99あったよね。なんで1減った。どうした。まあ行くか。エレベーターの扉はロックがかかっています。扉の横の機械に3桁の暗証番号を正しく入力する必要があります。1、あれどうやってやるの。1、2、3、番号を調べましょう。怒られたんだけど。世界の鍋奴の真似したら怒られたんだけど。おー、世界の鍋奴嫌われてんのか。マジか。まずひとまずここぐるぐる回って目回ったらごめんな。俺左から行く。うーわ、なんかゴブリンみたいな肌が緑色のピッコロになり損なった生物がよ、ボディービルダーみたいな、なんかポージングしてんの。ジーゴリラ、適当な名前だな。普通にゴブリンでよくないか。ジーゴリラが立ち上がる。いいわ、千音手を取った。やめろ。ちょっと俺はさっき、おい、あの目玉が喋ってたろう。喋ることから始まるんだろうが、お前血の気が多すぎないか。あ、殴るんじゃないのね。なんか HP 減ってんな。腹減ってんのか。ちょっと待ってくれ、喋るから話しかけて。人間か、ちょうどいい酒持っとらんか。酒、あー持ってないんだよな。気が利かんの。これだから最近の若いもんはいかん。確かにお前年取ってそうだな。年取ってる割にはなんかすんごいやたらと筋肉質だな。に逃げられた。待ってくれ、酒なんてどこで手に入れんだよなあ。誰かから酒もらわないといけないの。何この黒いの。ダイヤのかけら。綺麗な石を彼女は好む。知るかそんなの。
痛い、これなんかダメージ受けたりするこれメニュー。ああ大丈夫だな。頭突きしてたんだけど、これ何これ、隠し扉みたいな。いいエレベーターこれ。あれこっちにもあるんだけど、ここにトイレがある。しかしミーの PP は低い、今は使う必要ないだろう。 PPAP は今使う必要ないってことか。どこに行けばいいんだ俺は。またなんかあるんだけど、ここ何これ、この道は何ですか。 D とかさ E とか何それ。なあ細長いわ。赤マムシとか言ってきそう。明らかに緑だけどな。ミミズナード、ナーガじゃねえのかよ。ミミズナードが立ちはだかる。けえ人間、せっかく隠れてたのになんで見つかるの。役目か。あこいつ臆病なタイプか。喋ろう、話しかけた。なんだこの人間、うちに話しかけてくんなよな。明るく元気に、こいつに合わせてなんか、なんていうのこれ、影、陰気、挨拶する、みたいな、なんだこいつ、うちのドルイカ、アニメの話とかするかい。アニメオタクなんかと一緒にいるな、偏見だ。うちは違う。なんか普通に許せなくなってきたわ。うわー、この野郎、ふざけんなよな。え、強っ。何今の。今のを皆さんカンストと呼びます。一撃で細胞一つ残りません。毒にかかっちゃったんだけど、どうしよう。おい、厄介なモンスターと出くわしたんじゃないか。これ歩くたびにダメージ受けるパターンなんじゃないか。ミーは、突如ブルッと体を震わせ、下腹部を誘った。蹴り？おい。食事してねえよな。だって、肉あげてねえよな。食事した分、ピピが溜まってるです。ピピが満タンになる前にトイレを済ませるのがいいですよ。不快な思いをさせなくて済むように。彼女は、トイレの仕方を覚えていません。手伝ってあげてください。ゼロ歳児かあなた、どうやって教えんだよ。にタイツを彼女何やってんだよお前ら。